無駄な月額料金を安くして浮いたお金でアイスを食べよう。ベイの Wi-Fi 情報局。はい、こんにちは、ベイです。時計の針が20時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか？ Wi-Fi ニュースの時間です。昨今ではもはや水道電気ガスに次ぐ重要なライフラインとなったインターネット回線。この動画ではご視聴いただいた方の通信回線構築レベルを高め、皆さんの月額料金が安くなる手助けになるように、本日も情報を連携いたします。今回はモンスターモバイル見てみるについてお話しいたします。サクッとこれまでのあらすじ。時は2020年、無制限使い放題と歌い、人々に無限のデータを提供すると言っていた会社が多かった。要はまさに大無制限使い放題時代。そして月日が流れた2021年現在、今無制限使い放題って歌っていた37社を調べてランキングを作成しても、どの会社も壊滅状態の Wi-Fi 業界。時代は月 100GB などの容量明記プランへと移り変わったのであった。今回は化け物の名がつくあの会社についてです。ということで本日のラインナップはこちら。1、情報提供者ご紹介。2、モンスターモバイル見てみる。3、他社と比較してどうなの。4、キャンペーンとか。5、ツイッター&ごちゃん&YouTube 情報をまとめ。それでは行ってみましょう。1、情報提供者ご紹介。以前アップした動画のコメント欄にてお二人から情報をいただきました。情報提供ありがとうございます。コメントドン。ランドさんから、モンスターモバイルなるものを見つけましたが、料金的にも割と頑張ってるのかな。縛りなしもあるので契約の候補の一つに考えてもいいのかなと思ってます。のんきなきおさんから、ベイさんこんにちは、聞き慣れないモンスターモバイル Wi-Fi を今度紹介してくださいとのこと。初めて聞きました。モンスターモバイル見てみましょう。2、モンスターモバイル見てみる。モンスターモバイル公式ページダウン。この安さ、モンスター級、モンスターモバイル。1年契約プラン月額2480円からとのことで、これだけだと高いのか安いのかモンスター級なのかよくわかりませんね。イメージキャラクターのほのかさん、かわえ。髪上げると誰だかわかりませんでしたね。テレビで見た時は気づかなかったんですが、ちょっとシャシなんですね。シャシってなんかミステリアス感出ますよね。なんか右下にもイメージキャラクターがいますが、イメージキャラクターのほのかさんより前に出て邪魔ですね。イメージキャラクターの話はこれぐらいにして次行きましょう。ドン。動画で解説。お得なのはもちろん、便利機能もいっぱいのモンスターモバイル。その魅力を1分に凝縮しました。ぜひご覧ください。とのこと。1分で仕様がまとまっている YouTube 動画です。ただ1分でサクッと言われてもあんまり頭に入ってこなかったな。額とかないからね。動画自体は綺麗ですね。ただこのモンスターモバイルのチャンネル、登録者が4人と、絶対社員数というか、この事業に関わっている人数よりも少ないだろうっていう、なんとも言えない感じですね。僕の以前勤めていた会社も3000人くらい社員がいるのに、公式 YouTube チャンネルが激少なくて、これはなんか恥ずかしいと思ってましたが、今確認したら、その会社も無事100人ちょいですね、まだ。よかった。全然伸びてなくて。なんか辞めた会社が伸びてたら悔しいじゃん。ね。よかった。脱線しましたね。料金プラン行きましょう。ドン。1年契約プラン。日の制限があるタイプですね。2、3、5GB の3プラン。契約期間は1年で、解約金は9800円。だけど、1年過ぎた後も更新付き以外は、解約金3000円の珍しいタイプ。そしてもう一つのプランがこちら。ドン。縛りなしプラン。縛りなし解約金0円になる代わりに月額料金が上がるタイプですね。まあ、これはよくあるパターン。3、他社と比較してどうなの？縛りなしプランで他社と比較してみましょう。月間 100GB 3500円を切る会社は、モナ Wi-Fi、富士 Wi-Fi、最安値保証 Wi-Fi、チャット Wi-Fi、ハッピー Wi-Fi とかでしょうかね。100GB ランキングやってる感じだと。すべて縛りなしです。1日 3GB プランは月 93GB なので、まあ、近い感じですが、日の制限があるのはかなり不便ですよ。1日ごとに 3GB 勝手に消えていくというイメージですからね。しかし先ほど挙げたモナ Wi-Fi、富士 Wi-Fi、チャット Wi-Fi、ハッピー Wi-Fi は SIM のみの提供。モンスターモバイルはルーターも付いています。ただルーターが付いているということはクラウド SIM ですね。まあ、ということはってわけではないんだけどね。クラウド SIM です。クラウド SIM が悪いというわけではありませんがね。ちなみに先ほど挙げた最安値保証 Wi-Fi はルーター付きですね。ということで、なかなか色々な要素があって、単純比較できないのですが、上記の通り、明らかに劣っているという感じではありません。強いて言うなら、同じくルーター付きの月額3280円、縛りなし、事務手数料なしの、最安値保証 Wi-Fi よりは良くないかな？モンスターモバイルは事務手数料3000円があるしね。ということで、ふんわり言うとこんな感じでしょうか。もっとはっきり個人的な意見を言うと、非制限はめっちゃ使いづらい。
クラウドシムってあっちにコントロールが握られてる感があって、いや会社の YouTube チャンネルの登録者4人って会社のやる気あるの？という気がしてしまうので、僕は選択肢に入りません。あくまで個人的な意見ですよ。4キャンペーン情報とか、あとはキャンペーンがあるみたいですね。ドン！ NTT ファイナンスタイアップキャンペーン。 NTT グループカードでモンスターモバイル料金を支払うと500円 ×12 ヶ月キャッシュバックらしいですね。このカードゴールドでなければ年会費がかからないので、モンスターモバイルを使うならカードを作って6000円取りに行ってもいいかもしれませんね。ただやっぱり月やギガバイトと非3ギガバイトには大きな溝があると思いますので、それは認識しておいた方がいいと思います。あと細かいところとしては、ルーターのマカロン M1 は 5GHz 帯は対応してません。あとは速度制限は 256kbps で、0時にリセットされるらしいですよ。そんなところです。 GoTwitter&GoChan&YouTube 情報まとめ。真実だと思われるものや面白いものを選別はしていますが、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいらしいので、お気をつけよう。モンスターモバイル情報を拾いましょう。それでは行ってみましょう。まずは Twitter ドン。Twitter1、今月からモンスターモバイル運用開始。どんな感じでしょうか。今のところ端末の表示は縛りなし Wi-Fi の方がわかりやすかった。モンスターモバイル、モンスターモバイル、縛りなしポケット Wi-Fi。Twitter2、縛りなし Wi-Fi の 20GB 契約してたけど、超えると全く使えなくなるのでこれは困ると、モンスターモバイルに乗り換えたんだけど、普通にサイトから契約手続きして初期手数料を半額のキャンペーン適用されなかった。なんか損した。モンスターモバイル、縛りなし Wi-Fi ポケット Wi-Fi。 Twitter さん、あれ、モンスターモバイル契約書類が送られてきたんだけど、事務手数料以外にも登録料みたいなものが3000円近く取られている。そんな表示ありました？モンスターモバイル。Twitter4、 モンスターモバイル、申し込んだ翌日には手元に WiMAX の更新月の前にクラウド Wi-Fi 試すつもりではいたけど、まだ先の話だから今試さなくてもいいんだけど、なんか申し込んでしまった。モンスターモバイル、クラウド Wi-Fi。 Twitter5、 モンスターモバイル契約した。当日に発送されるとは、明日届く。縛りなしの1日 2GB で契約。WiMAX の更新付きまではまだあるけど、クラウド Wi-Fi 試してみたくて、事務手数料も半額だし、いいかなと。3ヶ月ぐらい使う予定。モンスターモバイル、クラウド Wi-Fi。ゲーマーからは以上です。1ヶ月間でこれくらいしかツイートありませんでした。ユーザーは少なそう。続いて5チャンネルの僕も契約している1年無料の楽天モバイルスレッドから抜粋ドン。5チャンネル1、利益にならなくてもいいから契約者数を増やさないと総務省からプラチナバンドを与えられにくくや、与えられにくいや、アップルやら、アップルから iPhone を扱う許可がもらえないらしいとかがあるらしいな。5チャンネル2、1年の無料期間が終わったらユニバーサル料が発生するから、1ヶ月に最低3円の維持費はかかるが、大したことはないかな。5チャンネル3、まさかスマホで3円維持が復活するとはな。5チャンネル4、本当に3円は別なんだろうか。別なら今でも請求書に3円がついて3円マイナスされてるはずだが、それがない。楽天の料金には3円が含まれてるような気がする。なので請求0円は楽天が3円負担すると思う。5チャンネル5、ミネオはユニバーサル料かかったぞ。ゲーマーからは以上です。ユニバーサル料って昔からあるけど、あれ何なんだろうっていつも思うけど調べない。なんか安いしどうでもいいかなって思っちゃう。続いて以前アップした YouTube 動画のコメント欄から抜粋。いつもたくさんの情報ありがとうございます。ドン。 YouTube1、 としかずさんから、楽天モバイル 20GB イコール1980円、これは自分にとっては無制限だ。 YouTube2、 の中さんから、 WiMAX から楽天モバイルに乗り換えましたが、下り20メガから40メガ BPS 出てて超快適です。富士 Wi-Fi の 20GB1680円契約していて、月ごとのデータ消費の変動が大きいので、キャンペーン中に 50GB プラン切り替えで悩んでましたが、楽天新プランでいいかな。 YouTube さん、もう一丁の中さんから、ベイさんの動画に慣れたせいか他の動画の喋りが遅すぎて苦痛になってきました。コンパクト化重要。 YouTube4 野良太郎さんから、ちょっと前に楽天のスマホの 22,000 円のポイント還元って総務省にいいのか聞いてみたところ、税込み 22,000 円なら OK と言われたが、2日後にそれが行政指導という話になっていた。俺が通報してしまったのだろうか。今度の0円も聞いてみようかな。YouTube5、もう一丁としかずさんから、マイネオ新プラン動画来ましたね。マイネオは独自サービスが豊富で、毎回ユーザー満足度上位で、去年は2位。ラクモバ応援しながらマイネオ行こうかな。現場からは以上です。
マイネオって僕は名前しか知らない派だったんですが、調べてみたら結構ファンがいるみたいなんですね。なんか独自の、なんかいろいろやってんですね。サービスとか。ということで最近の Wi-Fi ニュースをお届けいたしました。モンスターモバイル、他と被らないプラン内容ではありますが、個人的にはあんまり魅力的ではありませんね。これだよっていう人もそんなにいないんじゃないでしょうか。まあ0人というわけではないと思いますけどね。ジャストで会う人はいると思うよ。世界では。ということでいつもご視聴、高評価、コメント、チャンネル登録、メンバーシップ登録までありがとうございます。動画を作るモチベーションになっております。引き続き情報をコンパクトに楽しくまとめて皆さんの役に立つ動画を作っていきたいと思います。今回はこの辺でまた次の動画でお会いしましょう。ではでは今日もいい日になりますように。ベイでした。最後までご視聴ありがとうございました。2月に入ってそろそろ確定申告しないといけませんね。コロナの影響で1ヶ月延長されたようなのでラッキーとはいえ、去年まで無料で使ってたマネーフォワードが解約されて無料で使えなくなってしまったので、確定申告のソフトを選定しないといけないんですよね。収入も少ないし、確定申告の難易度は多分スーパーイージー、大したことない部類なんですが、それなりにやっぱり時間がかかりますよね。まあそんな慣れてないし、まだ何回目だろう ?3 回目 ?4 回目無料で使えるいいソフトを見つけなければいけませんね。なかったら教えてください。こんなに辛いのはきっと世界で僕だけ。おかしいな、間違えていないのに。